北九州記念に出走するサーマルウィンドについて奥村武史厩舎常盤女子にお話を伺いたいと思います。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まず初めなんですけども、前走春雷ステークスを振り返っていただいてもよろしいでしょうか。初めての戦技だったんですけど、まあ、スピードはあると思ってましたし、対応はしてくれるなとは思ってたんですけど、予想以上にいい競馬してくれて、まあ、この先戦技予選で上のクラスを狙っていけるという手応えはあったので、まあ、本当に良かった。では2つ目ですけど、はい、まあ、今回北九州記念に向けた中間の調整過程を教えてください。早めに1頭に入って挑戦してるんですけど、まあ、小倉だとやっぱり身後からだとやっぱ使いづらいところはあるんですけど、やっぱり1頭に1回クッションのことで小倉も前日輸送で競馬も行けますし、販路を使って調整できるんで、まあ、1頭に入るのがかなり良かったんで、1頭に入ってからも研究者のサポートもあって、馬も落ち着いて、すごいこっちの思った通りの調整ができて、いい条件で競馬に向かえると思います、うん、カードジョッキー寄せに、その研究者の2頭と合わせるまで、1枚追い切りを行いました。その時のお話を教えてください。合わせ馬は1周前なんで、負荷かけたりっていうのがあって、合わせ馬を用意してもらって、一番後ろからこう最後反応を見てもらう感じで、まあ、ちょっと最後ちょっとやめるようなこととか反抗するところがあるとなんで、まあ、その辺こうせっかくリット入ってるんでカードでできるのがあって、感触確かめて、まあ、いい動きにはできたと。レース当初最初駅では、販路で行われました。こちらの動きを教えてください。まあ、輸送もあるんで、長めからちょっと長めからっていうよりは最後は販路でサッとっていうイメージで、このままやっぱしまいはこうちょっと人に反抗するとこがないかとか確認するために少し仕掛けて、まあ、全然そういうところもなく人数に加速して、すごいいい動きでした。今回小倉の 1200m という舞台設定についてはいかがでしょうか。やっぱり軽い、ハンデの軽い関西馬とかいるんで、やっぱりゲートが一番大事かな。中立がちょっと安定しない馬なんで、まあ、レース前にゲート練習したりとか対策は毎回してるんですけど、やっぱりそこら辺はちょっとこう分からない部分もあるんで、まあ、そうですね、やっぱゲートがスタートが鍵になってくる。スタート決めちゃえばもうスピード1000人、僕らの1000人も全然対応できると思うんで、そうですね、あとは雨が降って道悪くなっても問題ないし、本当スタートだけ、ここまで来たらあとスタートだけ決めてくれれば。わかりました。では最後に、重賞タイトル大会に向けて意気込みをお願いします。能力は重賞クラスの方だと思ってますし、まあ、ここをしっかり勝ち切って秋の舞台スプリンターステークスに出走できるようにという意気込みでレースに変えたい。わかりました。本日はありがとうございました。ありがとうございました。